今日は姫路駅に来ました。ここ姫路駅からはローカル線の万丹線と紀新線が乗り換えです。電光掲示板には紀新線の光月行きと万丹線寺前行きが表示されています。今回の動画では11時25分発紀新線光月行きに乗車いたします。同じホームに前後紀新線と万丹線の列車が入ります。3、4番線と1、2番線のホームです。ホームには紀新線の122系と万丹線の103系が止まっています。今回乗車する光月行きがやってきました。こちらにはトンボのデザインが書いてあります。万丹線で使用される103系もとても貴重なものになりました。正直122系と127系の違いが分かりません。それでは早速乗車いたします。今回乗車した光月行きの列車は車内とても混み合っておりました。紀新線でしか見ることができない帯のデザインをしています。車内には沿線の各駅にある名物を紹介するイラストが書いてあります。とても分かりやすくていいですね。列車は姫路駅を発車いたします。今回は終点の一つ手前、佐用駅まで乗車いたします。だいたい1時間の所要時間です。列車は姫路駅を出ると山陽新幹線の線路を越えていきます。列車は最初の停車駅、播磨高岡駅に到着をいたします。紀新線は全線が単線路のため行き違いが必要となっています。列車は予備駅に到着をいたします。これとほぼ同じ感じで山陰本線に余部駅という駅があり、とても勘違いしやすい駅となっています。予備駅で多くの人が降りたので、この駅で座席に座ることにしました。大きな窓でとても景色が見やすい車両です。列車は本辰野駅に到着をいたします。本辰野、この辰野市は醤油でとても有名です。列車は東橋崎駅に到着をいたします。ここは何といってもそうめんの揖保乃糸で有名です。駅の近くには資料館のそうめんの里もあります。この付近で車内はとても空きました。こちら座席とトイレです。列車は播磨新宮駅に到着です。多くの列車はこの駅までの運転となります。佐用方面はこの駅で基本乗り換えです。この列車は引き続き播磨新宮を発車し光月まで運転を続けます。播磨新宮までが姫路駅までの通勤通学路線というイメージがあります。この播磨新宮を出るといよいよローカル線の真骨頂発揮という感じです。正面の席も空席になり、車内はとてもガラガラになりました。列車はトンネルの区間を走行します。記憶している限りこの区間のみトンネルがあったような気がします。次は佐用駅に到着です。列車は佐用駅に到着をいたしました。終点の一つ前ですが、多くの方が下車されています。津山方面は違う車両のキハ120で運行されます。後続の列車はしばらく来なさそうです。正面には地図急行線の普通列車が止まっています。隣のホームに他社の路線が乗り入れるのは少し珍しい気がします。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。佐用はホルモンうどんでとても有名な場所です。もしお時間ございましたら一度お越しください。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。